なんでこんなもんが家にあるのかわかんないけど。なんで帽子ないね。こんにちは、佐藤ひろです。12月でございますよ。2015年も、もうあと一月もありません。12月といえばクリスマスでございますね。イルミネーション、ケーキ、クリスマスプレゼント、そんなね、カップル同士もしくは友達同士の楽しい楽しいあの2日間がありますけれども、その2日間を支えている人たちもいるんですよ。ケーキ屋さんのバイトの人、ショッピングセンターのショップ店員の人もそうだし、いろんな人の支えがあってこそのあのクリスマスでございます。ということで、本日はクリスマスに働いている方たちを少しでもお手伝いしましょうということで、やってみたいことが一つあったのでやっていこうと思います。この生クリーム使っていこうと思うんですけれども、非常に泡立てるのが大変だと思います。だから今日は画期的な新方法を思いついたので、そちらを試していこうと思います。使うものはこちらです。じゃーん、ボディタオル使っていこうと思います。このボディタオル、まあ、みんなもわかると思うんだけど、石鹸をこうねかけるとすごい泡立つでしょ。だからその泡立ちを生クリームでもできるんじゃないかと思って、今日はそれでやっていきたいと思います。ちゃんとめっちゃ手綺麗に洗ってきたからね。あったかくなると生クリーム固まらなくなっちゃうんで、このタオル冷凍してきました。今回ガチだからね、ガチで成功させようとしてるから抜かりないよ、準備を。あのね、予想だともうこうやってた瞬間にシューっていう風に生クリームが泡立つっていう俺の予想。これがもし本当に成功すれば、辛い泡立て、それをもうしなくていいんですよ。なんという画期的な方法だと。もう前振りが長いですね。ほんとバカだな、ほんとバカだと思う。ほんと自分でもバカだと思うんだけど、まあやろう、しょうがない。いきます。こんなもんかな。来い。くそ、嘘、擦り込んだだけみたいになっちゃった。布が多かったかもしれないから、ここだけでちょっとやってみる。ここだけで、全然泡立たないよこのタオル。勘違いしてる、ラーメン屋みたい。できた。悔しいから泡立ててやったわ。あー、うまい。こっちの方が泡立ちそうなのにさ、こっちの方が泡立つんだよ。なんで？すごくない？いや、ほんとすごいわ。でもさ、みんな、なんで既存の方法って使われてるか知ってる？それが一番効率がいいから。